皆さんこんにちは、 KOF15 のプロデューサー小田康之です。皆さんこんにちは、 KOF15 のクリエイティブディレクターの小倉英介です。大変お待たせしましたが、ついに KOF15 の、情報公開の日程が決まりました。おめでとうございます。どうですか？そうですね、ファンの皆さんからもう期待の声をたくさんいただいているということですので、まあ、今からちょっと緊張しております。はい、じゃあ早速ですけれども、初公開に向けて告知用のトレーラーを制作しましたのでご覧ください。どうぞ。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。実際のゲーム画面は、初公開のお披露目の時に流したいと思ってますけれども、今回のトレーラーでも、いくつか気になる映像が流れてました。その辺ちょっと小倉さんに詳しく説明していただけたらと思います。ですね、まず、俊英くんなんですけれども、前作の14ではですね、主人公のような、またそうでないような、まあ、ちょっと微妙なポジションの新キャラクターとして登場したわけですけれども、もう今回ははっきりと、主人公という位置づけで登場することになります。で、新技の方もですね追加されますし、かっこよさの方にも磨きがかかっておりますので、ぜひご期待いただきたいです。それからですね、彼が主人公ということで、また14の続きのストーリーが展開しますので、そのあたりもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それでですね、次に今日なんですけれども、今日の方は、新規一転といいますか、今回は黒ジャケットでの登場となります。アレコス以外ではもう久しぶりのバンダナ姿での登場となりますので、そのあたりも楽しみにしていただけたらなと思います。そして最後に、ベニマルなんですけれども、前作14の方ではもうキラキラの衣装で登場させていただいたんですけれども、今回はですね、また、いつものベニマルのスタンダードといえるノースリーブのシャツに戻しまして、その上でですね、さらにオリエンタルな衣装をあしらったような、ベニマルらしいデザインに仕上がっていると思いますので、まあ、こちらの方も、また映像が発表された時に楽しみにしていただけたらなと思います。キャラクターに関しては今回公表されているものに関してはこんな感じですね。はい、じゃあそうですね、まあ、他にも新しいキャラクターであったりとか、まあ、チームの編成がごちょごちょっとなってたりとか、まあ、気になるところ今ちょっとまだ喋れないですけど気になるところいっぱいあるんですけども、何かその辺も新情報あれば。そうですね、まあ、チーム編成に関しましてもですね、14とはもうガラッと変えて今回進めていますので、またね、来年になって、徐々に、情報を公開していくことになると思いますので、そのあたりどうなるのかなって皆さんの方で、予想して楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、そしてですね、告知トレーラーの方にで初公開になってましたけれども、ロゴの方も正式なものができました。今までナンバリングの方は、ザ・キング・オブ・ファイターズという文字をあしらってたんですけれども、皆さん KOF と、まあ、僕らも基本的に開発者は KOF と呼ぶんですけど、 KOF っていうのが通ってますので、その3文字を強調したデザインに、まあ、MI ライとなりますけれども、変更しておりますので、こちらのロゴの方皆さん、徐々に馴染んでいただければと思います。はい、それでは小倉さん、最後に、初公開を楽しみにしているファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、前作をはるかに超える自信作に仕上がっておりますので、KOF15 ぜひご期待ください。よろしくお願いします。さらに KOF15 の情報公開に合わせて、サムライスピリッツシーズンパス3のキャラクターも発表します。先日ご案内した月下の剣士のコラボキャラクターはもちろん、新たなキャラクターも発表予定です。それでは KOF ファンの皆さん、サムスピファンの皆さん、
お楽しみにお待ちください。